ティップオフ。皆さんこんにちは、ポパバスニュースのコーナーです。今日は5月31日月曜日の朝の4時、今この時間に撮影をしております。なのでまだですねファイナルが決まっていないというところなんですが、まあ、レギュラーシーズン云々のところで今日はこんな企画でございます。そう、ベスト5日本人編をいきたいと思います。東西プラス各賞ノミネート、そして今回に関しては MVP をも上回るポパイで賞の受賞者が出ましたので、こちらの方の発表したいと思います。それでは早速ティップオフ。はい、ということで早速行きたいと思います。 B リーグ2020-2021 日本人東地区ベスト5のノミネート選手は、宇都宮ブレックス、イカルガ誠司、千葉ジェッツ、原修、馬修、川崎ブレイブサンダース、ユーマ藤井、三遠ネオフェニックス、川島川氏、横浜ビーコルセアーズ、モリモリコンビこと森川くん。受賞された5名の方、おめでとうございます。めちゃくちゃ悩んだ末でのこの5人でございます。まずはイカルガくんでございます。まあ、彼については非常にこう派手なプレーっていうのはない選手なんですけれども、まずムラがない、ポイントガードにおいてこのムラがないっていうのはもう最大の武器なんだというところでございます。そして、まあ、ゴール下の泥棒といいますか、まあ、リバウンドを取ったね外国籍選手のところからしっかりボールを奪うあのパワーだったりとか、このタイミングで取ってくれるみたいなところ、非常にいいシーンでの活躍、まあ、スタッツに残りにくい活躍が、まあ、彼出ておりました。何より印象的だったのがやはりコーナーですよね。宇都宮の攻めにおいて一番こう点が止まり出した時に、かつここで決めたいといった時にやっぱコーナーのオフェンスなんですよ。まあライアン・ロシター選手しかりといったところもあるんですが、まあ、イカルンがあそこに降りられるっていうのは相当宇都宮今回助けられたし強い部分だなというふうに思いました。また彼のあの体格から見てですね、同じポイントガードとしてやっぱ彼のパワーのところは脅威ですよね。なのでそこからこう編み出されるオフェンスリズムっていうのは、先にも述べたスタッツには残りにくいんですけれども、めちゃくちゃ試合にいい影響を与えてた、まあ、そんな風に見受けられました。イカルンおめでとうございます。そして続きまして千葉ジェッツからは原修、馬修でございます。まあ、CS においてはツイッターでも述べさせていただきましたが、右45度からのスリーポイントをだいたいファーストシュートに持ってくる原くんなんですけど、ほぼ決めてましたよね。しかもほぼジャンプせずみたいなところもあるんですけれども、まあ、今回彼にやっぱ押したいところは、この新ルール、アジア枠を使えるとかの新ルールによって、若干こうポイントガードだったりシューティングガード上の部分に、まあ、非常にサイズのある外国籍選手が出てくるようになったよと。まあ、その中で彼のディフェンスですよね。ファールのタイミングしっかり、もちろんファールの数は結果増えてはいるんですけれども、絶対にやらせないぞってあの気迫は、千葉において序盤、富樫くんが調子を落としてた時、そして里田くんが抜けてる時といった時には、彼なしでは正直ここまで戦えなかったなと、まあ、それぐらい評価しております。もともといい選手ではあったんですけれども、今回そういう不運なことも続いたことが結果彼にはプラスになったかなと言ったふうに思いまして、今回のノミネートさせていただきました。続きまして川崎ブレイブサンダースより藤井くんでございます。まあ、昨年度も3冠だか4冠だかを取っている藤井くんなんですけれども、まあ、賞を取ると翌年こうマークも厳しくなるんであんまりっていう成績残しがちなんですが、そんなことなかったですね。はい。彼の動きというか、彼のプレーって何かこう、魂をつかまれるみたいな、皆さんそんな感じないですか？対戦チームとして見てても、やっぱり彼のプレーと、お、すげえって思うこと多かったと思うんですよ。何がすごいって、彼あのサイズ感を見せないパワーありますよね。押し込まれても絶対押させないと、あれも一つなんですよ。これ YouTube でも出てたんですけれども、そう、負けず嫌い。
パワーがあるわけじゃないんですよ。サイズはないんですよ。でも彼押し負けないんです。彼ね、気持ちだけなんですよ。この気持ちにおいては、B リーグにおいて今、トッププレイヤーですね。もう素晴らしき魂を持った選手でございます。来年に関して言うならば、もう彼ですね、何かこう新しいことというよりは、この気の吐き具合をどん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 若手にも浸透させる、浸透率、影響力っていうのを持ってほしいなというふうに思います。もう素晴らしいプレイヤーでございました。おめでとうございます。そして、サンエンネオフェニックスから川島くん、川氏を選出させていただきました。まあ、これ、なんで3円だっていうところもあると思うんですけれども、まあ、結果的にチームとしての成績が芳しくなかったのは事実なんですけれども、まあ、その結果もあってというところと、まあ、日本人がもともと少ないっていうところもあるんですが、まず彼、おそらく日本人の中で最多出場時間、平均時間みたいなのは取ってるかなというふうに思います。その上で課題を一つ述べたいと思います。それはもうそうなんです。フリースローですね。フリースローだけで 60% ぐらいだったかなというふうな記憶があるんですが、それを差し置いても差し引いても、パスよし、ドライブよし、ディフェンスよしといったところ、非常に彼、マルチなプレーが今ここに来て才能が開花しそうな気配が出ております。まあ、これを活かせるプレイヤー、そして活かせるコンビというかもうパートナーですね。こういったところが3円来ると、来季はおそらくこう台風の目になり得るチームだなというふうに見受けられました。まあ、非常にこうチームとしては、まだまだ これからだと、B1 戦うにはこれからだといったところがあるんですが、まあ、こういったチームにもめちゃくちゃいい選手がいるのは事実でございます。特にカワシーにおいてはキャッチミートしてからワンドライブからのミドルシュート、このミドルシュートの技術って NBA においても最も難しいんですよね。まあ、バスケにおいてという言い方が正しいですかね。前にも述べたお話でございますが、ミドルシュートってまあ一歩一センチみたいなところでもう無限にあるじゃないですか。スリーポイントラインってスリーポイントラインっていう目標があるんで、ある程度シューティングとかもしやすいですよね。でもミドルシュートって一歩で全然距離感変わってくるじゃないですか。しかもそれをワンドリブルしてからっていう風になった時に、やっぱり中へのアタックしてもブロックされちゃうとか、ファールももらえないとか、いろいろあると思うんですよ。なので最低限そのミドルシュートが入るからこそドリブルが生きるんだといったところ、まあ、ここが彼にとってすごくいいプレーだったかなという風に思いまして、だからこそ課題を先に述べたんですね。せっかくミドルが入るんだから、ドライブをしてファールを取った時、もしくはバスカンを取った時、エンドワン取った時のフリースロー、これが入らないとチームとしては勢いが増さないと。で、彼だったらそれができるというふうに思いまして、まあ、今回は彼の方の課題も含めノミネートさせていただきました。これワンチャン移籍しちゃうんじゃないかなっていうふうに私は勝手に見受けておりますが、皆様いかがでしょうか。川氏おめでとう。そして最後一人、森川くん、横浜 B コルセアーズでございます。まあこの選手いい活躍しますよね。まずフィールドゴールパーセンテージ確か 46% ぐらい、ほぼミドルスリーポイントっていうところを加味するとめちゃくちゃ高いんですよね。で、課題を先にこちらも述べたいと思います。課題は FD、まあ、ファールをもらう数ですね。自身がファールした数が100に対してファールが取れてる数が81しかないんですね。なのでフィジカルだったりっていうのをもうちょっと鍛えた上でプレーの幅、オフェンスの幅を広げてほしいなと。まあ彼についてはディフェンス動向もちろんそうなんですけれども、やっぱり、ね、脅威のシュート力ですよね。シュート力を伸ばすために、だからこそファールをもらう数を増やし、フリースローを増やし、得点を増やしていくっていうのも一つかなというふうに思います。まあ、逆に、まあ、それをせず、もうひたすらロングシュートだけで活躍するんだ、まあ、これもこれだと思います。非常にこれから息の長い選手の中で、すでにシュートにおけるゾーン、そして自分がこうやったらゾーンに入れるぞっていうのを自身で分かってる選手って少ないんですけれども、そのうちの一人が森川くんかなというふうに思いました。横浜っていつもシーズン終盤にチームが良くなってくる傾向があるんですけれども、結果的に彼はシーズン序盤から悪くなかったんですよ。そしてチームが乗ってきたことによって乗ってくるっていうところを加味すると、やっぱりパートナーとしてはこう熱を入れてくれる、まあ、そんなようなパッション系パートナーを見つけると森川くんというのはもっと活躍伸びていく、そしてワンチャンこう代表入りもあるんじゃないかなぐらい、まあ、それぐらいの選手に見受けられます。今後の活躍にも期待したいと思いますので、森川くん頑張ろうぜい。
はい、ということで東地区の5名を発表させていただきました。あれこの選手いないのっていうのはあると思います、あると思うんですが、今回に関しては結構第三者的目線で私見られたかなというふうに思っております。やっぱりちらほら頭に浮かんじゃったのが、この選手っておそらく年俸いくらだろうな、そのいくらに対して活躍がこれぐらい、これは確かにチームにとっては大きな影響力だったけれども、投資対効果といいますか、サラリーに対しての利回りみたいな言い方すると、そこまでじゃないかなっていう風なところもありまして、かなりシビアで見させていただいた結果、この5人でございます。皆様の予想はいかがでしたでしょうか。他にもこんないい選手いたぜ等々ありましたらですね、ぜひとも皆様コメント欄の方にコメントの方をお願いいたします。次の動画は西地区そして各賞の発表でございます。皆様ぜひともまたお会いしましょう。それでは本日の動画おしまい、終わり、またね。ご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。俺たちは強い。